みんなの詰将棋寝る前バージョンでございます。時刻は21時49分です。ちょっとね、朝起きて詰将棋して頭の体操、羽生善治さん、永世七冠の羽生善治さんの書籍で書いてたんですけど、まあなかなかですね、朝起きて詰将棋するだけではちょっと上手くならないのかなというふうに思ってるんで、まあ、ちょっとね寝る前にもやるといいんじゃないかなっていうふうに思っております。いつも寝る前は本を読んでたんですけど、まあ、ちょっとね書いていこうかなっていうところですね。2二竜ってしたら1四玉で逃げられちゃうから、これは2二とですね。ちょっとフェイントが入ってますからね。普通に考えたら4、2、3馬ですけど、同銀で何の意味もないから3、1、馬で同歩、3、1、馬はダメですね。2、3、香成同銀って意味ないし、あれこれでなんで詰むんだい。ちなみにこれで王は、あそうか、王がどこにも逃げられなくなるのか。歩は打ってないわけです。歩を打ったとしても一緒ですね。同馬で、なるほどね、最高。2、2、馬じゃないかな。あでも2、2、馬だと、ああ3、3、2、飛車成か。じゃあそろそろ3手詰めいきましょう。なんか朝よりも寝る前の方が溶けてる気がします。まあ1手詰めですから、寝る前の3手詰めはなかなかハードルが高いんじゃないですか。2、2、飛車成ってしたらダブル王手になりますよね。馬と竜でダブル王手って、ダブル王手で考えたら1、2、飛車成じゃないですかね。7、2、飛車成だと1、2、飛車成同玉、1、2、銀、1、2、銀、同玉、1、2、銀、同玉、あ違う、1、2、銀じゃない、1、2、銀、1、3、玉、1、3、玉、そうですね、1、2、銀、1、3、玉で3、3、飛車成、3、3、飛車成合ってるかな。なんかそうな気がするんですけどね。あれそっちに行っちゃうんかい。こうだと思ったんですけど全然じゃん。下を逃がしたくないですよね。下が2、2、飛車成、2、2、飛車成ってなったら1、3、桂ってなるよね。じゃあ1、2、飛車成、
同玉違うな、銀にしてもあ3四銀3四銀3四銀でこれはですさあ38問目これですね、羽生さんが言うには2個持ち駒があるときは2個とも持ち駒を使えって言ってたんですよ。だからどっちもまず銀打ちか角打ち でそ多分先に銀さ次に角なんですよ。と言いつつも全然思いつかないな。なんかこれすっごい微妙ですね。これむずいなぁ。3一角同銀。3一角同金。3三銀かな。でこう、あら、これはいいと思うんですよ。あーダメか。じゃあ3一銀って打って一緒ですよね。下に逃がしたいですね。ちょっとヒントくれ。角か銀か、そうそう、それは分かってんのよ。角か銀かどっちから使うか。下に逃がしたくないから、角か銀をどっちから使うか。フィニッシュの予想、多分最後は3四銀なんですよ、個人的に。
ですよね。書くからだと思うんだけどな。いや、数が決められてるのにな。あ？全然ピンときてないんだけど、こう打ったら逃げれるのが、1三玉も逃げれるんですよね。でも1三玉ってしたら、1三玉したら1四銀で終わるから、だから2三銀になるのか。で2三銀になったら1三角って打ったら逃げれないし、1里も逃げれないし、同玉もダメだし、ああなるほどね。じゃあこれでラストにしますか。なんかもう頭ボーっとしてきたんで、ここいらが限界ですね。まあ2一銀って思うと思うんですけど、それは違うんですよね。1三桂成同飛、桂馬をどこで打つかですよね。桂馬を打つ理想は3三桂なんですよ。で3三桂にするために、ああそうか、いやーでもなー、1三桂成ってしたら同飛ですよね。あ、そもそも2一に逃げれないか。1三桂成同飛、桂馬を打たなくてもいいのかな。これか2一銀ならず、2一銀なら同玉、それか2三竜、あれ2三竜ってなったら同玉だ。あれ2三竜だって同桂か。2三竜同桂、2三竜同桂で、あれ
23竜同桂で、これだと後ろに下がられるんだよね。もうですよね。まあ、これでも握られるしな。ちょっと間ができるのか気になりますけどね。これは違うな。お、23K。違う、13竜同飛、あそうだ、13竜同飛、いや違う、13竜同飛、13竜同飛で24K だ。よし、はい、ということで、じゃあここで終わろうかなと思います。ちょっとね、寝る前詰将棋して、まあ朝もして、で睡眠にどう関連するかっていうのはちょっと考えていきたい。